私が全てを終わらせたら。あなたの手で私を殺して。あの日僕の心が圧倒的な世界観と映像展開、 A プラス ART の限界を目指した独自のゲーム性でファンに支持されたパチスロブラッドプラス。その A プラス ART の血統はそのままに、2人の女王が再び目覚める。ブラッドプラスに紡がれる不滅なる血統がここに。パチスロブラッドプラス、2人の女王。瞳が種に染まるとき、全てが動き出す。ブラッドアイ開眼。いかなる場面でもブラッドアイが揃うとチャンス。ブラッドアイが次への展開を切り開く。全ての始まり、ブラッドアイがパチスロブラッドプラスの ART を覚醒させる。ブラッドチャンスプラスは純増約 1.5 枚の ART。 初回突入時は基本50ゲームスタート。 ART 中もブラッドアイが開眼。血を分かつ2人の女王、上乗せをかけた熱き決戦が始まる。一緒に遊びましょう。女王決戦はサヤがディーバに敗北するまで続く上乗せ特化ゾーン。ブラッドアイがサヤに力を与える。サヤの攻撃がディーバにヒットすればゲーム数を上乗せ。攻撃を重ねるたびに上乗せ。サヤの先制が続く限り上乗せの連撃は終わらない。さらにボーナス中にも上乗せ特化ゾーンを搭載。サヤが覚醒する狂乱のバーサクモード。暴走する斬撃が刻み込むゲーム数上乗せ。ブラッドアイ揃いが上乗せ性能を覚醒させる。モード中に加算したトータルゲーム数を最終ゲームで上乗せ。フリーズを契機に突入するプレミアムボーナス、2人の女王モード。2人の女王モード、自らの選択で掴み取る二択直感上乗せ。赤七で刻むか、青七で大きく乗せるか。二人の女王がプレイヤーを祝福する。そして初代パチスロブラッドプラスから受け継がれる生死をかける瞬間。あなたの生き方はあなた自身で決めるものです。デッドアライブ。レバーで掴み取る2分の1の究極運命のせい。さあ戦って。生きたい。あなたを愛しています。血統不滅、ブラッドプラスの血脈を受け継ぐ純血統後継機降臨。 A プラス ART、 そして高揚感の限界を超えるデッドアライブ。ブラッドアイが放つ途切れぬ期待感。ブラッドプラスに紡がれる不滅なる血統が新たな時代を切り従える。パチスロブラッドプラス、二人の女王。